皆さんこんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日はダバオに在住のある日本人の方から、今ですねダバオ市はコミュニティ隔離措置期間中で、未成年の人とあと高齢者60歳以上の人は外に出られないんですね。それで買い物に行けなくて困ってるので、何かオンラインでインターネットでデリバリーサービス、日用品とかグロッセリーですね、以前はフードパンダというもうすでに出来上がった食べ物を配達してくれるサービスを紹介したんですけれども、そうでなくて自分材料とかを買ってきてもらって、そして自分の家で作れるような、そういうデリバリーサービスがないかというお問い合わせをいただきました。そして本日調べたところですね、ちょうどいいタイミングでこちらにグロッセリーショッピングアットホームという、自宅でスーパーの買い物をしましょうという見出しで、このサンスターダバオというダバオではメジャーな新聞なんですけども、そこのオンラインの記事で、昨日、この撮影日が3月31日なんですけども、3月30日付の記事で出ていました。でいくつか紹介してあったのを一つ一つ調べてみてですね、あ、これはいいなと思ったものを紹介したいと思います。はい、それではまず1番目、こちらですね、綺麗な写真から始まってますけれども、これはダバオをご存知の方は聞いたことある人が多いと思うんですけれども、マラゴスガーデンリゾートのホームページです。検索するのはこのザ・マラゴスホームグロウンプロデュースと検索していただいたらこのページに行きますので、 あと下に説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから行ってみてください。これはですね、どういうものかと言いますと、これ最近始まったマラゴスガーデンのサービスなんですけれども、なんとマラゴスガーデンで育てた野菜とかですね、あと肉っていうのが宅配サービスで届けてもらえるという便利なサービスなんですね。でこちら How to order ってもう全部英語ですけれども、まあちょっと英語が苦手な方に、まあ、簡単にご説明をしたいと思います。はい、こちらインターネットでこのページに行ったら、これはどうやって注文するのかという順番ですけども、こちらに書いてあるのがまず注文フォーマットがこの次のページにあるので、そこで何を注文するかを選びます。でそれを提出します。そして最後に支払いという、まあ、簡単な3つのステップですよというのが紹介されています。それではオーダーナウというここを押せば、注文のページに行きますので行ってみます。はい、クリックしました。そうするとですね、このオーダー注文のフォームに行くので、順番に、こちらからメールアドレス、そしてフルネームですね、まあ、全部英語でもちろん書いていただきたいんですが、その次にコンプリートデリバリーアドレス、こちらは完璧な住所ですね、住所詳細を書いてください。そして Your best phone number please というのは必ずつながる電話番号を書いてくださいと。そしてこれらを記入し終わったら、続きで何が注文できるかっていうのが出てきます。これお肉ですね、この味付けした肉、これ例のフィリピンで有名なポークトシーノという甘いお肉ですね、フィリピンで有名な料理です。あとこちらが、もうマリネしてあるポークベリー、豚バラ肉で味がついているものですね。で 500g でちょっと見えないかもしれないですけど、ホームページ行ったら 500g で180ペソ、こちらも 500g で180ペソとあります。まあ今はいちいち全部見ていかないですけれども、ぜひホームページに行って、オーダーのところを押してこのメニューを見ていっていただきたいですね。はい、こちらもポークバーベキューでベジタブルルンピア春巻きですね。でハンバーガーのパティから、バンゴスというで、ポークボーンズとマリネイテッドチキン、そしてシューマイですね、これは豚とエビのシューマイとなっています。20個で200ペソとなっています。でこちらにここにチェックする項目がチェックするところがあるんですが、例えばこのシューマイのところをチェックしたら、これは20個でシューマイ200ペソとなっているので、チェックの後にここですね、じゃあその20個でひとまとまりなのを何個必要かっていうのを書く必要があります。でここに例えば 500g のマリネイテッドポークベリー、豚バラ肉、味付きの豚バラ肉を 500g、 さっきチェックしたところ、これが2PCS というのは 2PC で2個2つってことですね。 500g2 つ、つまり 1000g 欲しいときはこの
チェックしたところ ×2 ってことで2 pieces、 1つだったら 1pc で1 piece でいいですね。で3つだったら 3pcs とか、このまとまっている 500g 単位とかでまとまっているものが何個必要かっていうのを具体的にここに書いてくださいと。ここちょっと面倒かもしれないですけど、まあこの例に習ってで分かればいいと思います。2かけるとかでもいいかもしれないですね。で 500g のポークベリーとか2かける20ピースとか、まあとにかく先方に内容が分かる、どれぐらいのボリューム量欲しいかっていうのがここに記入することになっています。はい、続きまして野菜の方ですね。これはマラゴスガーデンで育てた新鮮な野菜が届くとのことです。250g のレタス50ペソ、1パックの人参ですね、だいたい 1kg で75ペソとか、まあ、だいたいかける2で日本円になるので、まあ、150円ぐらいですかね、人参で 1kg ポテト95ペソ、サヨーテという野菜、さつまいもとチャイニーズペッチャイ、これは白菜ですね、キャベツとかナス、赤玉ねぎ、ニンニク、きゅうり、そして卵もありますね。卵は小さいので1個10ペソです。約20円ですかね。で、中ぐらいのサイズもあれば大きいサイズもあります。それぞれ1個ずつで12ペソと13ペソとなっています。でパパイヤ、フレンチビーンズ、これはなんていうんですかね、サヤエンドっていうんですかね。でグヤバの、はい、こちらを選ぶようになっています。これも先ほどと同じで、欲しいものに例えばグヤバのこれは1キロからとなって1キロ50ペソとなっているのでチェックして、じゃあ具体的に1キロが何個欲しいかをこちらに記入することになっています。はい、そして例えばですね、お肉だけ欲しくて野菜いらない時、ちょっと戻りますけれど、例えばお肉だけ、この私が例えばこれを選んでチェックして、お肉だけ欲しくて野菜いらない時ですね、これチェックをしてポークとシーノとあるんで、具体的にこちらワンピース1つだけこの 500g のとシーノが欲しいと、ここに記入します。はい、これでボリューム、ここは必ず必須となってますね。赤い星印がついてるのが必須のところです。そしてもし野菜いらない時ですね、は野菜も卵も果物もいらない時は、ここも必須となっているので、このままでは次へと押しても必須で、この質問は必須です。なのでここは N 斜線 A と書きます。ノットアプリカブル、これ該当なしという意味ですね。こう書いておけば次に進めます。そして次へってポチッと押します。そうすると次のページ行きまして、でここからですね、さらに内容が続きまして、チョコレートが欲しい人はチェックするようにと、まあこれ、まあ欲しい人は買っていただければと思うんですけど、マラゴスガーデンってチョコレートで有名なので、まあ、ただいらない場合は先ほどと同じように N 斜線 A と全部書いていきます。これ結構これからマラゴスガーデンの名物の宣伝といいますか、これもどうですかっていうのがどんどんありますので、もし肉とか野菜だけでよかったら、さっきのを、さっきのところにチェックして、詳細どれぐらいの量が欲しいかを書いて、でこれどんどんですね、まあ欲しければもちろんチェックして買えるんですけども、例えば次ダークチョコレートですね、 65%のダークチョコレートが、何グラムっていうのがあって、これもいらなければチェックつけずにもう N 斜線 A と書いておきます。これ一応全部必須なので、次も 72% のダークチョコレートですね、これもいらなければ N 斜線 A と書きます。はい、まあ、コピー&ペーストが分かる人はもうどんどんコピペでやっていただいて、最後まで、結局最後もココアニブとかですね、カカオニブですかね、もう売ってます。まあ、欲しい人はチェックして買えるんですけれど、いらないっていう人はもう NA と N 斜線 A でいいです。で次へと、でまた続きまして、次はヤギのチーズですねとか、ミルクとかいろいろと、まあ、ブルーゴートチーズ、これもヤギのチーズとか、チェックする場所があるんです、あるので、こちら、まあ、欲しい人はこちらチェックして具体的な量をここに書くんですけど、いらない人はもう N 斜線 A で該当なしでいいです。
はい、これも次は牛とヤギのミックスブレンドしたチーズですね。これもいらなければ NA で、その他商品ということで、ジャムですとかソースとかトマトジャムとかいろいろあるので、まあ興味のある方はチェックしていただいて、具体的な数量をここに書くんですけど、いらない人はもう NA ですね。 N 斜線 A、 もう結構本当にいろいろ押してきますね。これもなんだろう、チーズラバーズヘブン、カウズミルクチーズ、これは牛のミルクのチーズですね。これも欲しい人はチェック、具体数、いらない人は NA です。でもし最後に、特別なリクエストありますかということがあるんですけども、これも特になければ、まあここは赤い星印ついてないので無記入では大丈夫ですね。そして最後、この選択ってなってるんですけど、ピックアップ、取りに自分で行くかデリバーしてもらうか、でこれまあデリバーしてもらいたい時はここのハンドデリバーっていうのを選択して、はい、で最後ここ送信ポチッと押すと、入力した情報がマラコスガーデンのところに送られます。はい、でこれが送られると、あの登録したメールアドレスにすぐに返信が来ます。それがこちらなんですけども、こういったところ、オーダーフォームでこういう内容でやりましたよというの、こういう内容でやりましたよと、で例えば私が注文したのこれなので、こういったもん注文しましたねというのが来ます。はい、で内容もですね、こういうの注文しましたという同じ、まあフォームで記載したものがそのまま返ってくる感じですね。確認で返ってきます。で私は実際注文、この時期なので必要な人たくさんいると思うんで、あえて注文しなかったんですけれども、まあこの後の流れとしては、登録した電話番号とかに注文内容と住所とこれでいいですかっていう確認が来るかと思いますので、それで良ければ、それでお願いしますということ で支払い方法は他のページを見たら、G キャッシュっていう支払い方法、これはまあご存知の方はご存知だと思うんですけども、 G キャッシュを持っている方は G キャッシュ、もしくは着払いですね、到着した時に現金で払うということになっています。はい、先ほどのホームページに戻りました。こちらの下の方に行くと、デリバリーフィー、配達費が書いてあります。まあ、これそれぞれ、実はアグダオというところにこのお店があるようでして、そこで販売しているようです。で、そこから近ければ安いということで、まあ、ゾーン A が150ペソ、ゾーン B が225ペソ、ゾーン C が300ペソとなっています。それぞれ皆さんのご近所の住所が書いてあるので、配達費は、宅配費は こちらのゾーンによって、調べることができます。あと、こちらの下に、ホームページの下の方にあるとこ、下の方からまあ電話もできますし、あと Facebook ですね。Facebook があるので、こちらを押すと Facebook ページに行くことができまして、これを押すと Facebook ページはこちらになります。こういった画面ですね、下に一応リンクも貼っておきます。そして、こちらでもですね、メッセージ開くと、もう私すでにメッセージのやり取り、実はさっき先ほどですね、途中までやり方を見てやろうかなと思ったら、送信してしまったデータのまま支払い方法のページ行くかなと思ったら、もう送信しましたとなって、先ほどのメールのメールの返信が返ってきたので、おそらく注文それで成立してしまったと思って慌ててですね、先ほどの注文は違うんですと日本人の方々に知らせるために試しにやってみたら、後ほど支払い方法のページ行くかと思ったら送信されちゃいましたっていう連絡したんですけども、 Facebook ページの方にメッセージを送ったらすぐに返信が来まして、問題ありませんということで、はい、連絡が来ました。そして本当にこちら丁寧に対応してくれたんですけども、もし先ほどのホームページからフォームを送るというやり方がわからなければ、こちらですね、もう一度押しますけれど、メッセージ機能があるので、メッセージを押して、このページ、このメッセージから注文してもらってもいいですよと、そしたらこちらのオペレーターの人が代わりにフォーム入れたりして注文しますのでと、メッセージや、もしやり方がわからなかったりしたら、こちらでやり取りすることもできます。まあ入力する内容は自分の住所とか連絡先とかは、あと注文内容ですね、同じですけども、代わりにやってくれるということですので、もうとてもいいサービスありがとうございますと、日本人の方たちにおすすめしますと伝えたら、本当にありがとうございますと、ぜひ日本人の方々にお伝えしてくださいということをメッセージいただきまして、本当に非常に好印象を持てる人が、オペレーターとなってやってくれています。
はい、ということでこれ最初にご紹介したのはバラドスガーデンの、ホームグロウンプロデュースというページでした。はい、オンラインで、もしご興味のある方、必要な方は、ぜひ注文してみてください。続きましてこちらですね、こちらも Facebook ページなんですけども、下にリンクを貼っておきます。ライダーダッシュデリバリーというデリバリーサービスのページです。こちらも内容を見てるとこれが分かりやすいと思うんですけども、スーパーで買い物してくれたのを配達してくれたりですとか、ファーストフードも配達してくれますし、いろいろ何でもやってくれるみたいですね。Facebook ページにいろいろなものが載ってますので、これもレストランの名前ですけど、こういったドライバーさんたちが配達をしてくれます。はい、お菓子とかもですね。なの でやり方はこれ基本的にフィリピン人の人が電話でやるサービスなんですけども、あとアプリもあるみたいですね。これ携帯でやる場合はこちらに登録方法も載ってますので、ちょっと Android という携帯でしたらこの Play Store というところからライダーダッシュデリバリーというのをダウンロードしてインストールして、こちらの手順載ってますので登録していけば登録できるようになるみたいですね。そちらの方がいいと思いますね。こうやってメッセージまた押すと、こちらのオーダーフォームに記入してくださいということで、名前と連絡先と住所ですね。で、連絡先って電話番号と住所、そして行ってほしいお店の名前とそこのお店の住所、そして具体的な注文するもの、オーダーするものを書いてくださいと、そしてこちらの電話番号からの回答を待ってくださいというので、基本的に電話でのやり取りみたいなんですけども、でもこうやってちゃんとメッセージで送って、もし電話かかってきてもちょっとテキストでやり取りしたり、テキストプリーズとか言ってやればなんとか頑張ればできるんじゃないかなと。これもちょっとたくさんの人が利用しているので今実際にはやらないですけれども、はい、チャレンジできる方はこちらで、あと英語もできるよって方はこちらでやるといいと思います。続きましてこちらも、サンスターダバオという新聞で紹介されていたものですけども、エランズダバオというものですね。これは非常にダバオ市に住んでいるフィリピン人の人に人気があるサービスのようです。こちらも基本的に電話でのやり取りらしいんですけれども、こちらに電話して、何でも注文してくださいと、例えば家に忘れ物があるんでそれを取りに行ってください、で家の人からもらって会社まで届けてくださいとか、そういうサービスもやってるみたいです。ここに例えば、ピザを買いに行く時間がないですかとか、あとは支払いですね、自分で支払いに行かなくちゃいけない公共料金とか代わりに行きましょうかっていう、そういう内容のサービスを提供してるらしいですね。でそういうサービスが必要な人はこちらに連絡してくださいとあります。なのでこれも英語ができる方はこちら電話して英語っていうのもいいと思いますね。ここに今すぐ電話っていうのもありますし、もしで英語電話じゃちょっとっていう人は、メッセージでもおそらく対応なんとかできるんじゃないかなと思います。そして一つの対応につき最低59ペソからということですので、こちらちょっと上級者向け、やっぱりちょっと英語ができないと厳しいかもしれないですけれども、フィリピン人の多くの人が利用しているようですので信頼できるサービスではあるかと思います。そしてこの英語のやり取りでですね、もしメッセージしててなかなか難しいなと思った場合、これ Google トランスレートと Google 翻訳と検索したら出てくるんですけど、先ほどのもうこれ例えばやり取りの一例ですけれども、実際にあった私のメッセージのやり取りで、これちょっと分かりにくいなというのがあったら、英語とこっちを日本語に設定したら、ここにですねコピー&ペーストで、コピーしてこちらに貼ると日本語になりますので、知ってる方多いと思いますけれども、大体本当に 100% 正確ではないですけど、なんとなく言ってる意味が分かるの で逆にこれ反対に日本語でこれを逆にしたら日本語で打ったのを英語にっていう機能もありますので、メッセージのやり取りであればなんとか頑張れば、はい、できるかと思います。特に最初にご紹介したマラゴスガーデンの宅配サービスはですね、メッセージでちゃんと対応してくれるっていうのが経験して分かりましたのでおすすめです。最後にご紹介したエランズダバオというのは、
このダボーにお住まいの方は分かると思いますけど、ロッツフォーリースという、雑貨屋さんですね、こことも提携しているということで、何か生活の必需品で、欲しいっていうものがあったら、こちらからも必要なものを買って持ってきてくれるサービスもあるというのが載っていますので、ちょっと上級者向けですけども、もしどうしても必要なものがあって、なんとか英語で頑張ってやり取りして、オーダーしたいという方はこちらおすすめします。ランズダボーですね。今回ご紹介したすべてのページはすべて下の説明欄にリンクを貼っておきます。私の YouTube 動画では、フィリピンやダボーに関する皆様の役に立つ情報を発信しようと心がけて頑張っております。まだチャンネル登録お済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。